乾かなそうな感じなんですね、髪自体が。なので、多分通常のパーマ液でやると毛先が、綺麗にかからない、もしくは小さいウェーブになってしまう。まあ、巻き方はね、そんな大した難しいこともやってないですし、まあ、皆さん好きなように巻いていただけばいいんですけども、まあ、僕結構基本的にはイヤートゥで取って、イヤートゥからイヤートゥをつなぎます。これは、ネープの重さのとこですね。だいたい2回転半ぐらい巻けばいけるかなっていうことなんで、でこの3つに今毛束を取ってるんですけど、この3つの毛束の量をしっかりしておかないと、同じ量で取らないとウェーブが同じにかかりませんので、この毛束の本数ですね、これを均等になるようにしてください。でこの表面側なんですけど、ここも、ちょっと段が若干入ってるんで、ここもね毛先巻きでいけるかなっていう感じです。はい、サイドなんですけども、サイドも、基本ベースは、内巻きで大丈夫かと思うんで、ちょっとサイドね量が足りないんで、薬をちょっとプラスしてですね巻いていきます。もうこの下がかからない時点でもうなんかかかってない感じしちゃうんで、下はちょっと気をつけてやりましょう。ここはちょっと量がちょっとあまりないので、ここ V ラインに取ります。はい、わかりますか？ V に取ってトップ1個だけにします。で、ここ厚さがちょっと薄いので、そういう時はテンションを緩めにしてかけます。テンション緩めってどういうことかっていうと、優しくこうかけるというか、あんまりこう引っ張らないでかける方が理想かと思いますので、別の薬なんですが、今の使ってた泡をちょっと混ぜましてですね、薬剤に、少しパワー強めの薬なんですけど、こちらもブログの方で紹介したいと思います。でこの泡をですね、今度どこにつけるかっていうのを、新しい毛の方にちょっとつけてあげるんですね。でこの時に、気をつけないとダメなのはゴム跡ですね。はい、ちょっとやってみますんで、時間がないのでとりあえずやります。で、表面のこういうところはあんまりつけない方がいいんですね。でこの中間ミドル、この辺のところにつけます。この辺は毛先はもうかかってると思うんですけど、根元側がかからないんで、そこを、ちょっとこれで時短をします。はい、多分これつけ終わったらもうかかってるかなぐらいので、表面の本当つけない方がいい理由としては、ゴム跡がついたりとか表面がかかりすぎてしまうとすごい不自然なので、表面の一段はつけない方がいいと僕は思います。なので今日も表面の一段はつけません。で、ここでちょっと裏技なんですが、このサイドの一番下の毛ありますよね、ここを、ロットだったら半分だけつけるんです。これ何でか分かりますかね。顔周りの毛を強くかけすぎてしまうと不自然になるんで、ロットの半分だけこれをつけることによって、はい、裏返してつけますね。そうすることによってここはしっかりかかるけど顔周りはソフトになるっていうようなことですね。こういうのも、細かく設定ができます。で前髪はつけないですね、緩くかけたいんで、ここもいらないです。でここもいらない。でここもかかんなくて大丈夫です。でここもかからなくて大丈夫なんで、基本的には今日は下をしっかりかけていって、そこでゆるふわ感を出せたらいいかなって思ってるんで、下をしっかりつけていきます。で3分放置して、もうノーチェックでいきます。で3分チェックした時点でシャンプー台で、今日ちょっとシャンプー台取らないので、シャンプー台でやることは、とりあえず、浸透剤をつけて、水の出入りをしっかりします。そして水の出入りをしっかりしたら、まずお湯がねたっぷりこう髪の毛髪内部に行くような感じでしっかり中間水洗をする方法があるので、それでします。で中間水洗したら、また、浸透剤つけてまた中間水洗をしつこくします。でそしたら乳液を今度も塗布していくんですけど、で乳液を塗布して、ちょっと今日は時間を置きたいので席に1回戻ってきます。でそこで乳液塗布してから時間を
ちょっと7分ぐらい置いてアウトで終了って形になります。でその後カット入るんで1時間で終わります。まあ、基本的にくせ毛と一緒でパーマのこの自然な落ちる状態のところで、上から手を持ってきて、ちょっと毛先が軽いかなっていうのがあるのでちょっとそこを取っていきます。あまりコーミングを入れないで自然な状態でカットしていきますね。でパーマがどういう風に出るかっていうのをちょっと確認しながら、カットしていきます。ツイストをランダムに入れて毛先のこういう細いところを、ちょっとダウンステムで切っていきますね。だいたい毛先1センチぐらいのカットなんですけど、これ入れることによってパーマのリッチがちょっと綺麗に出てくるので、結構でも思った以上にカラーのダメージが結構あって、まあ、パーマのリッチがやっぱり綺麗に出づらい、とかミス2まで今ちょっとダメージがなっちゃってますね。水をここまで吸い込む重くなってる状態なので、まあ、特にですね毛先がこう重さないとパサついて見えちゃうので、そぎあんまり入れないようにして毛先の重さでなんとかこうツヤ感出るような感じにインスチューしていくのが一番いいかなと思います。でこれで毛先が細すぎると本当になんか傷んで見えるっていうんですかね。で全体取っていくとすごい細いところが出てくるので、そういうところを取っていきます。このように見ていくと毛先にこういう細いのが出てくるのでそこを、ちょっと取っていきますね。でこの1センチのカットでもすごい毛先のニュアンスってすごく変わるので、このような感じで切っていきますね。はい、パーマかけてパーマ1時間でかけて、あとカットはまあちょっとニュアンス整えたぐらいなんですけど、でここからちょっと乾かしていきたいと思います。で今回使ったのが、まあ、こちらのヘナジェルですね、フレッシュヘナジェル、こちらの方でスタイリングができます。でこれのポイントとしてはなんて言うんだろうな、なんかそのまま寝れるぐらいの感じなんですよね。でスタイリング剤じゃないので基本的にヘナのトリートメントなんですけども、こちらの、フレッシュヘナジェルプラス、こちらの方でパーマのウェーブが出せます。なんでワックスとか、ムースとかそういうの一切使わないでトリートメント剤だけでスタイリングができるんで、かなりおすすめかなと。スタイリングしながらトリートメントができちゃうっていうような感じです。はい、まだこれ発表されてないかもしれないですけど、こちら朝倉フードのエアレスドライヤーっていうやつなんですけども、これですね、これ伸び用に作られてて、で、伸びに合体できるようになってます。でこれが風がですね、あまりこう出なくて、でこの中の、パネルにですね熱が溜まるようになってるんですごく早く乾くっていうのと、簡単にウェーブがその状態をキープできるんで時間効率だったりとかですね、あとアイロンとドライヤーの中間というか、ここに熱がね結構溜まってくれるんですね、いい感じに。で、風が出ないのでそんなに結構作業じゃないな、仕事が早くなります。で、一応ですねこれ今ね、このロビーがちょっとパワー強いんで、600ぐらいでちょっとやってみたいと思いますね。やってみます。
まあ、このような感じで、乾かせることができます。でこれが結構このですねこの中に、かなり熱がたまるんですけども、特殊加工のプラスチックを使ってて、こういうふうに使っても大丈夫な加工になってるんですね。これ自体が、はい、かなり使いやすいので、もし気になる方はこちらの方にちょっと書いておくのでお願いいたします。はい、今日も撮影が終わりました。はい、今日も夜遅くまで、かかってしまったんですが、またハイヤマカシのチャンネルを、見てください。で、薬剤だったりとか細かい詳細に関しては、ブログの方で、公開してますんで、そちらの方を見てください。また明日か分かんないですけど YouTube 見てください。はやまかし YouTube でした。どうも。ではバイバーイ。